参った。しかし、ミオンのお母さんがあんな人だったとはな。でも、いい人たちだったな。ダム工事ですか？そう。この雛見沢はね、お上のお偉方が立てた国土計画の一環ってやつで、ダム湖の底に沈むことになっていたんだよ。あ、でも中止になったんですよね。中止になってなかったらここで宴会なんてやってないさね。中止にさせたんだよ、村人みんなで団結してね。だから今日のこの時間は私たちが戦って勝ち取った報酬なんだよ。はじめこそ議会を通じて嘆願したり、大臣に直接訴えたり、比較的に平穏なものだったよ。でも徐々に国は権力を行使して高圧的な態度で挑んできた。機動隊とかなんとか、組織だった強制執行ってやつでね。だから戦った。私たちも、あの子もね。ミオンも？ああ、あの子は行動力もあるけど、いろいろと悪知恵が効いてね、警官隊とかの武力集団に立ち向かったりして、公務執行妨害でよく留置場に放り込まれていたよ。はい、余計なことは言わんでいい。そりゃそうだけど、ミオンの夫になろうって以上話しとくのが筋ってもんだろ。それはミオンが自分で話すことだ。親が言うことじゃない。はいはい、私はそういう隠し事は嫌いだけどね。やれやれ。ああ、なんでこんな話をしたか、そう思ってるかい？え、あ、いや、はい。雛見沢はね、昔から根も葉もない噂を立てられたりして、この村の出身者はいろいろと差別されてきた。だから結束力が固いといえば聞こえがいいけど、反面ものすごく排他的でね、外から来た人には無意識のうちで色眼鏡をかけちまう。だから
結構みんな気にしてたんだよ。前原くんたちのように新しい人たちがうまくやっていけるか、知らないうちに暮らしづらい空気を作ってはいないかってね。そんなことないです。毎日が楽しくて、ひなみざわに引っ越してよかったと本気で思ってます。そう言ってくれると嬉しいよ。あの子は、ミオンはレナちゃんやあんた、それに北条のさとこちゃんのこともいつも気にかけていた。だからこの村の暗い過去、そして噂話を秘密にしていたんだと思う。みんなに明るく過ごしてもらいたい、その一心でさ。それでも狭い村のことだから、いつかはわかる話だろう。だけど隠していたのはそういう理由だっていうこと、分かってあげてほしいんだ。だからね、どんなことがあってもあの子の優しさだけはあんたたちだけでも信じてやってはくれないかい。あの子はこれまでずっとこの雛見沢の御三家園崎の次期当主として生きてきた。きっとこれからもそうなんだろう。だからあの子は自分の思いとか感情ってやつを無意識に押し込めるところがあるのさ。かわいそうなことをした。そのせいで冷たいとか人の心を読み切れていないとか誤解されてひどいことも言われたりしてね。そんな、正直疑いそうになったことはありますけど、やっぱりミオンは最高の仲間です。少なくとも俺は、そして俺たちはそう思っています。ありがとうよ。けれども皆の代表になるってのはそういうことなんだよ。自分の感情を殺しても皆の生活と安定を求めなくてはいけない辛い立場だ。そしてそれは村のみんなが知ってる。知っていて結局何もできなかった、私も含めてね。だからこそあの子があんたの名前を出して委員長を任せるなんて言った時には正直驚いたんだよ。たかが学校の役職なんて言うかもしれない。それでも上に立つことの辛さはあの子が一番よく知っているはずだからね。おいそれと誰かに背負わせるくらいなら自分が黙って持ち続けようとするんだよ。今までのあの子ならね。俺は、でもそれならなおさらなんで。言っただろ、ミオンは私たちの大事な宝だ。だからあんたには私たち以上にミオンの力になってくれる友達でいてやってほしいんだよ。結婚なんて本当はどうでもいい。実現したらなおいいけどね。でもあの子に必要なのはあの子が等身大になって話ができる友達だ。やばい時には助けて、助けられて盛大に迷惑をかけ合っても構わない仲間なんだ。そして
あんたたちならそれが務まると私は勝手に思ってるのさ。ずいぶんと重い荷物を背負わせちまってるけどさ、あの子の期待とかいろんな思い、それだけは分かってやっておくれ。はい。ミオンは大切な友達ですから任せてください、お母さん。そいつは本当に結婚する時までお預けだよ。私はその日を楽しみに待ってるからね。ああミオンで役不足だったらいつでも乗り換えていいんだよ。若いツバメは大歓迎さ。圭一、え？圭一、リカちゃん？ケイチ、なぜここに？いつの間に帰ったのかなって思ってたけど、ここにいたんだ。ミー、俺を呼んだのってリカちゃんじゃないのか？呼んでないのです。でもとは思いましたのです。
さ、リカちゃん。運命の導き、まさか。でも。え？なんでもないのです。こんばんはなのです、ケイチ。まだ帰らなかったのか？喜一郎に話があると言って残りました。里子はレナがお持ち帰りなのです。リカちゃんは？喜一郎の家に泊まることになっているのです。酔っ払いじいさんは僕でなければ誰も連れ帰ることができないのですよ。なんか保護者があべこべだな。少なくとも酒の入った喜一郎だと保護どころか保護にすることの方が多いのですよ。ニパー。ケイチ、ここから夜の村を見たことがありますか？いや、ないけど。やった。綺麗だよな。それに、なんだかのどかな景色で落ち着くよ。ここから見える明かりの一つ一つに、人の命が宿っているのです。リカちゃん、詩人だな。こう見えても、僕は俳句も作れるのです。喜一郎やお涼にも、なかなかの腕前だと褒めてもらったことがあるのですよ。へえ、そうなんだ。そうなのです。今度歌会に一緒に行って勝負なのですよ。そうなのですよ。リーダーは常に尊敬とそれに見合う勝利を求められるのです。それはきついな。で、リカちゃん、なんで俺の考えてることを分かった？そろそろ考えていることをそのまま口にする癖を改めた方がいいと思うのです。みー、どうしたのですか？いや、そういえば言ってなかったよな。ありがとうって。お。どういたしましてなのです。ニパー。考えてみれば、今日の宴会もほとんどリカちゃんのおかげなんだよな。別に僕は大したことをしていないのです。みんなをここまで動かしたケイチがずっとずっとすごいのです。そんなことないって。けどみんながいてくれたから今日があった。それは確かだと思うし、絶対これからも忘れてはいけないことなんだろうな。みー、とてもいい言葉なのですよ。だけど、ちょっと安心したな。お？だってさ、おかげでリカちゃんが元気になってくれたみたいだから。僕は。もう、大丈夫なのですよ。風邪も治って、元気いっぱいなのです。リカちゃん？心配かけてごめんなさいなのです。でも、明日からはいつも通りの僕なのですよ。ニパー。
しました？ケイチ。あ、いや。違うわ、ケイチ。え？この子を導いてあげて、あなただけが頼りなの。リカちゃん？今、何か言った？あ？この子を導いてあげて。ケイチ。あのさ、リカちゃん。無理しなくてもいいんだぞ。み？今のリカちゃん、っていうか、ずっとだけど、泣いているように見える。なんだか、すごく辛い気持ちを抱えて、押し隠してるような。って、うまく言えないけど。うん。だから、そんなに一人で悩まないでさ、俺でよかったら、力になるぜ。無理には聞かないけど、よかったら話してくれないか。ケイチ。それは、委員長としての仕事ですか？え？どうなのですか？ケイチ。リカちゃん。委員長、それもあるかもしれない。けど、それ以上に、リカちゃんは、俺たちの大事な仲間だ。だから、もしも何か悩みがあるなら、打ち明けてもらいたいと思うし、手伝えることがあるなら、手を貸したい。みんなだって、そう思ってる。みんな、ですか。ケイチは、みんなにそれをちゃんと確かめたのですか。それは、けど、いちいち聞かなくても、俺たちは。そうやって信頼するのは、悪いことではありません。でも、もしその信頼が裏切られたら、その後はどうするのですか？ケイチ。何かあったのか？リカちゃん。聞いているのは僕です。ケイチ。答えてください。そうだな。正直言って、わからない。でも、そうやって、裏切られるかも、と思っている間は、結局、その信頼は本物じゃない。だから、もし相手を信頼すると決めたら、裏切られることなんて考えない。少なくとも、俺はそうだ。僕は、そんなにお人よしさんにはなれないのです。信じて。それが叶わなかったことを、たくさん、知りすぎてしまいました。本当にどうしたんだ？リカちゃん。もしよかったら、話してくれないか？
最近のリカちゃん、なんか見ていられないんだ。僕は別に。なあリカちゃん、話せば少しでも気分が楽になるかもしれない。俺はリカちゃんのおかげでみんなの信頼を得ることができた。だから今度は俺の番だ。君の力になりたいんだ。本当に。リカちゃん、あまりその先行くと危ない。それならケイチ、あなたに聞きたいことがあります。え？もし、もし定められた運命が本当にあるのだとしたら、ケイチはどうしますか？定められた運命？もしその運命がケイチの大切なものを傷つけ、そして奪っていくとしたら、ケイチならどうしますか？それは、ケイチ、どうしますか？決まってるじゃないか。もちろん戦うさ。リカちゃんの言う大切なものの意味はよくわからないけど、ミオン、レナ、サトコ、シオン、もちろんリカちゃんも、俺にとって仲間はかけがえのない大切な存在だ。だからもしそれを脅かす奴がいたら、俺は戦う。それが運命だとしても、もう決まっていることだとしても。当たり前だ。それに運命とか未来とかが最初から決まってるなんて俺は信じない。そんなの俺がいくらでも変えてやる。自分とみんなの幸せのためなら、どんな相手でも俺は絶対に負けたりしない。そう、本当に面白い人なのです、あなたは。もうすぐ、綿流しのお祭りが始まります。そして。そして？その晩、お社様のたたりとして富武が殺されます。そして時を同じくして、看護師の高野が行方不明に。しかしこれは偽装されたものです。リカちゃん。それからしばらくして、今度は、僕が殺される。この古手神社で、生きたまま、腹を裂かれて。なぜ僕が殺されるのか、わからないのです。それに、みんながその後、どんな運命に巻き込まれるのかも、はっきりと、すべてはわかりません。でも、それは事実。そして、もうずっと長い間続いている、運命が生み出した、忌まわしい時間の繰り返し。何を言って。すべて、運命によって定められた出来事。僕は、
僕は、この運命を、何百回、何千回と続けてきました。そしてまた、同じ時間を経て、あなたたちとこうして、ここにいます。リカちゃん。そんな、厳しい現実を知ってしまった人間にとって、気安い慰めは虚しく、そして、腹立たしく思えるものです。力になる。運命と戦う。なんて、口にするのは簡単でしょう。なら、今まで一度もうまくいったことのない現実を、幾千度も見てきた僕に、あなたはそれに代わる何かを見せてくれるというのですか？あなたには、初めて見せることになると思います。そう。これが、本当の僕です。フルデリカの、もう一つの姿です。僕は、自分の死で閉じられたこの時間を、もう数えきれないほど繰り返して生きてきたのですよ。信じられない、という顔ですね。でも、これは夢ではないのです。僕とあなた、ここにいる二人だけが見ている、たった一つの現実なのです。答えてください。圭一、あなたは僕に、一体何を見せてくれるというのですか？俺は。リカちゃん。答えてください。圭一。リカちゃん。ごめん。なんて言うとでも思ったか？え？正直リカちゃんの言ってること半分もわかんない。それにさっきからずっと言ってるけど、俺は運命なんてものは全然信じちゃいない。そうですね。僕の言ってることを信じてもらえたのは何千回の中のほんの数回だけ。無理もないのです。こんな話、信じる方が不思議だと思いますのですよ。だからどうした？え？
だからどうしただぜ。俺が信じないのは、誰かに決められた未来ってやつで、リカちゃん本人とか、リカちゃんの言うことに対してじゃない。それに、仲間が苦しんでいるのを見過ごすなんて、俺がそんな奴だとでも思ってたのか？あのさ、リカちゃん。今言った話が本当か夢かはともかくとして、そのことで苦しんでるリカちゃんを、俺たちが黙って見ていると思っていたのか？言いたくないことなら、俺も聞かないけど、今そんなに怒って言ったってことは、本当は聞いてもらいたかったんじゃないのか？だから話してくれ、リカちゃん。俺も信じられないと思ったら、正直にそう言う。だけど、何も聞かされなかったら、信じられる話かどうかも、わかんないままだ。ケイチ！それに俺だけじゃない。レナたちにも相談すればきっとリカちゃんの力になってくれるさ。そうだ、明日早速このことを話して。待ってください。どうした、リカちゃん。このことはまだみんなには話さないでください。どうして？絶対ミオンたちだって、リカちゃんの話を信じてくれる。だったら、頼れる仲間は、一人でも多い方がいいじゃないか。ええ。あなたは僕の話を信じてくれました。だからみんなも、ひょっとしたら信じてくれるかもしれない。でも、その先は？どうやって戦えばいいのか、考えはあるのですか？それは、だけど、それなら、なおのことみんなと相談すべきじゃないのか？ここで留まっていても、何も始まらない。それよりも、前向きに意見を出し合えば、きっといい方法だって見つかるはずだ。でも、見つからなかったら？リカちゃん。ええ。わかっていますのです。僕は、ものすごく臆病になっていると、自分でも思います。でも、前の世界では、みんなにこの真実を打ち明けました。そのせいでみんな、僕の目の前で、死んでしまいました。確かに、敵が誰なのかはもう分かっていますのです。でも、こんな世界は初めてだから、どう動いていいのかが分からないのです。良かれと思って真相を打ち明けて行動しても、それが危険につながることだってあり得ます。そしてきっと、この世界が僕にとって最後の機会。だから、当たって砕けろなんて冒険はできないのです。どうして？僕にこの力を授けてくれた、
もう一人の僕、いつも何度転生しても僕のそばにいたはずの仲間がいないのです。ということはひょっとしたら、今度失敗すると僕はもう生まれ変わってやり直すことができないかもしれないのです。それじゃあ、リカちゃんを殺そうとする相手が誰なのか、まだ教えてくれないのか？信じることが今は。大丈夫だ、力になるから俺を信じろ。正直言って、今の俺がリカちゃんのどんな力になればいいのかわからない。全力でリカちゃんのために戦う気持ちに変わりはない。みんなの幸せを守りたいと思う心は誰にも負けない自信がある。でも、リカちゃんにそれを信じろと言っても、すぐには難しいってことも分かってる。でもな、リカちゃん。これだけは言っておきたい。俺は、リカちゃんを信じている。だから今言ったこと、未来で起こるかもしれない事件のこと、すべて俺は信じる。そして覚悟も決めた。もしこの先どんなことが起きて、そして運命ってやつに巻き込まれたとしても、君を恨んだりはしない。少なくとも、俺は絶対にな。ケイチ。怖いのは当然だ。俺だって、同じ立場だったらきっと足がすくむ。だけど、俺を信じろ、リカちゃん。この前原圭一は絶対にリカちゃんの力になってみせる。今は信じられないかもしれない。それでもいいからよーく見てろ、俺と部活メンバーの本当の底力と結束の固さを。そして見せてやる。この世界の俺と組めばどんな運命だってひっくり返せるんだってことをな。今まで負け続けなのにそれを信じろというのですか？それはこの世界の俺たちじゃねえ、赤の他人だ。それに、リカちゃんもさっき言ったじゃないか、この世界は初めてだってな。だったら信じてみろよ、この世界の可能性ってやつを。俺たちは負けない、絶対に勝ってみせるからな。呆れるくらいに正直なのですよ、あなたは。それに、とんでもないバカなのです。でもだからこそ、僕はこの秘密を打ち明けようと思いました。
僕を子供扱いか、猛言吐きと見て聞き流すような人だったら、ここまで危険を冒してみようとは考えなかったでしょう。褒められてる気がしないけどな。いえ、嬉しいのです。圭一はずっとそうでした。そしてそれがあなたの強さでした。圭一、見せてくれますか、僕が信じてもいいと思えるあなたの奇跡、そしてこの世界の可能性を。リカちゃん、わかった。その代わり、その時が来たらきっと話してくれよ。まだリカちゃんがその胸に抱えていることを。ええ、もちろんなのです。ありがとう圭一。今はこの手を握ってくれるだけでいいのです。僕の近くで、僕が道化のように戦う姿を見ているだけの観客でいてください。でも一つだけお願いします。圭一、僕が舞台から転げ落ちそうになった時は席を離れても受け止めてください。それさえ約束してくれれば、僕はまだ頑張ろうと思えますのです。僕のお願い聞いてくれますか、圭一。ああ、きっと。